クアンガイ省は、ベトナム社会主義共和国中南沿海地方の省。省とはクアンガイ。地名中の名は、ギノエツカカン、コシオン。北は、クアンナム省に、東は、南シナ海に、南は、ビンリン省に、西は、コントゥム省に接している。ハノイの南、883km、ホーチミンの北、838km。日本との関係では、 1946年6月1日に日本人教官が指導したクアンガエリコ軍中学が設立される。1964年 EN オペレーションクエットサング202。1966年10月9日大韓民国国軍による EN ジェンニエンフア、ビンマサカー。12月6日大韓民国国軍による EN ビンホアマサカー。 1967年 EN オペレーションズマルールアイアンドマルール2 1968年3月16日に村民村虐殺事件が起きたことで国際的に知られている。一家の一市一社11県に区分される。ありがとうございます。